はい、皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ちょめちょめさぎでございます。ですね、ドラゴンクエストじゃないです。ポケットモンスターブラック実況プレイ始めていきたいと思います。前回、無事ヒッポージムのジムリーダーアロエさんとの勝負に勝ちまして、バッジを手に入れました。ですが、またあの例のプラズマちゃんたちがね、問題を起こしたみたいで、ちょっと止めていきますという内容ですね、今回は多分。よし、行こうかな。おお、やばいやばい、音楽はもうやばい。ちょっとあなたたち、おふざけはよしてくれ。キャラがいいな、この人。我々プラズマ団はポケモンを自由にするため博物館にあるドラゴンの骨をいただく。何の骨なんやろな、これ。我々が本気であることを教えるため、あえてお前の前で奪おう。では煙幕、プラズマー、プラズマー。かわいい。お、どこの忍者や。なんてこったい。せや、お前追いかけん高いやろ。あら、まあ首なくなってもうたやん。どうしよう、追いかけんと。どうすか、アロエさん。いや、アロエ姉さん、何かいい化石は見つかったかい。お、あの人たちはもしかして、何やったっけな、アーティさんやったっけな、ヒュンジムのジムリーダー。そうなん、マジで。ヒュンジム、なんとなく大変そうだけど、ひょっとして何かありまして。大変、人持ってかれましたね。お、ベルちゃんや。お、出た、チェレンですね。ちょめちょめさぎ、何か問題でも。なんだいなんだい、この子たちは。あんたの友達かい。そうです、たちです。お、ほんほんほん、お、わかった、あ、わかった、俺に頼んでんじゃない、泥棒退治とやらにさ、かっこいい。これは持ってってよ、マコマさんから預かってたの、ダウジングマシン。お、やりました、ダウジングマシン。昔のあの針金を曲げた、ああいうくの字型のあれじゃなくて、ちゃんとした液晶画面付きですね。ダウジングマシンを使うと目には見えないけれど、隠れている道具の場所がわかるんだって。そうです、守ってください。で、俺は外回りというわけでね、行きます。外回り頑張りますよ。お、いましたね。ちょっとすいませんね。よいしょ。よいしょ。この先が、矢車の森だよ。確かにここに逃げられると厄介かもね。いましたね。そういえばレベルアップの時に。ちょっと間違って入っちゃったんですけど、いました、ここに。プラズマ弾がなんか列をなして、こう、バッと、いました。あー、音楽がもうやばい。あのね、矢車の森を抜けるには二通りあるんだ。まっすぐ行く道と森の中を抜ける道。僕はこのまままっすぐ進み、あいつらを追いかけるよ。いなかったとしても遠ざけちゃ逃げられないよう、出口を塞ぐつもり。さあ、君はこっちのルートにプラズマ弾が隠れていないか探してくれないかな。トレーナーも多いけれど、基本一本道だから迷うことはないよ、きっと。それじゃあアロエ姉さんのためやりますか。だが断る。なぜポケモンと人は一緒にいるのでしょうか。それが僕の研究テーマです。そりゃあ深い絆でつながっているからさ。ムンナですね、かわいい、食べちゃいたいぐらいで。俺のポケモンはそこまで可愛くないっていうな。ムンナの予知も濁流を読み取った。あ、なるほど、覚えてる技がわかんのか。向こうにバブル光線。よし、一筋の光が差し込む。かっ
構やな、言うこと言うこと全部。こっち行ったらダメなんで、こっちに戻りましょうかね。あ、読めへんかった。お得な掲示板、森の中は見つけにくいですが、落とし物が多いです。よく探してみましょう。はい、双子ちゃん。ワンツーワンツー、息を合わせてワンツーパンチ。人生はワンツーパンチ。この子たちが知ってるとは思えへんけどな。お、くるみるとくるみる。かわいい。これはまたかわいい。ゆで卵がね。濁流でいきましょうかね。よし、倒しました。効果が今す、今一つでもゴリ押し。ゴリ押しに次ぐゴリ押しで、そしてゴリ押し。ゴリゴリ。面白い。お、お前、追いかけられない、追いかけられないようにここで痛めつけてやる。おおおお、音楽がやたらかっこいいのに、なんかもうほんま残念。お、目黒子、これ欲しいんすよ自分。めちゃくちゃ可愛いですよね。目黒子欲しいです。威嚇ダブル光線、効果は抜群。勝ちました。シャラ臭いんだよ。すいません。残念、俺は何も持っていない。取り返すつもりなら仲間を探すことはな。仲間どこにおんの。というわけでちょっと待ってください。設定で見るにしときます。戦闘アニメ、よし、どんどん行こう。おりました。あら、何かお探しかしら。喧嘩売ってんのか。下っ端ごときが。チョロ猫、よし、いけボブ。もうフルボッコやで。よし、倒しました。ひょっとしてこのファッションに焼きもち焼いてる。ちょっとだけ焼いてます。かっこいいです。ちょっとだけ。何が女の子や、バヤロー、バロー、バロー。お、かわいい。モンメン、あ、これがモンメンか。あの言ってた交換してほしいって。なるほど、これがモンメンか。バイバイ。バイバイ。なんやなんや。お、クルミルですね。かわいい。すごく可愛いけど、バイバイ。強い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 。やばいやばい。舐めたあかん舐めたあかん。よし。いや、びっくりした。舐めすぎてたな。マッドショットで倒せると思ってた俺。あかん。ポケモン舐めたあかん。お、大きな根っこを見つけました。よいしょ。どこやー。あ、びっくりした。プラズマ弾かと思った。毎日矢車の森をパトロールしているこの俺、ここでの勝負はお手の物。誰かな、あれ、自然管理局。あ、ポケモンレンジャーか。なるほどなるほど。ハーデリア、ワンコですね。合いますね、ポケモンレンジャーにワンコってやっぱり。よし、じゃあバブル光線でパンパンパン。よし、負けるとは不覚だ。お、レンジャーが常に持ってる。これを君に
お、カゴの実いただきました。ありがとうございます。俺の昼食に使わせていただきます。お、揺れてる。揺れてる草むらはなんか入ったらいいって。お、バオップ。捕まえへんとあかん空気がしてる。捕まえよう。レアポケモンはこうやって捕まえていきたいと思います。よし。お、いいねいいね。友達から聞いたんですけど、こういう揺れてる草むらから出てくるポケモン、多分あのタブンネとかですね、ああいうポケモンはレアポケモンらしくて、あの揺れてる草からしか出てこないらしいんですよ。こういうのはちょっと比較的捕まえていきたいと思います。お、やべやべ、捕まえますけど、あのボックスに入れると思います。多分使わないやつはバオップもちょっと使わないと思います。多分もう火の炎タイプもいますんで。あ、こんな時でもうた。これポケモン捕まえるのってハラハラドキドキして面白いですよね。絶対自分大好きですこれの。で死んでもうた時ブチギレるっていうパターンですよね。にゃーって言って、よっしゃ、もう一回混乱させちゃうんよ。ういいただきます。美味しいです。超音波で当たらない。焼き尽くす攻撃かっこいい。残念、しかし水タイプいい感じで減ってきましたよ。超音波当たらない。よしよし、順調順調。そろそろじゃあボールいけるかな。モンスターボールで捕まえてみたいと思います。よいしょ、いけるかな。よし、捕まえました。パッポを捕まえたぞ。高温ポケモン、頭の房は起こると温度が上がり300度以上になる。木の実を房で、焼いて食べる。なるほど、ニックネームですね、定番の。一応パーティーに入れないですけど、自分が捕まえたポケモンは全てニックネームをつけていきたいと思います。というわけでニックネームですね、じゃあですね、じゃあマットです。マットマットとかありますからね。マットです、ニックネーム。お、出ました、モンメンです。多分モンメンってあれですよね、モメンの、え、もめんかな、わからない、え、もめんやと思うけど、もめんのもんはそれから来てるはずです。おお、ヤドリギの種、早い向こう、バブル光線、よし、よいしょ、いい気づくそれを手に入れました。よし、じゃあそろそろいい時間かな。あ、ごめんなさい、当たりました。はい、というわけで今回無事ジム戦を終えた後、プラズマ弾からパチられたカスキを取り返しに来てましたけど、次回もまた引き続き取り返していきたいと思います。絶対取り返すぞ。おお、はい、変なテンション。というわけでね、今回はこれ以上です。次回もまたご視聴よろしくお願いします。ちょめちょめ詐欺でした。ありがとうございました。